にちょっとお話よろしいですか。はい。鬼滅の刃のアニメ2期が放送開始しましたけども、はい、ご覧になられてますか。実は僕が作ってるんです、なんちゃってって。嘘です。あの歌手の愛子さんが実はご結婚していたとのことですけど、僕が夫です、なんちゃってって。乃木坂46の生田絵梨花さんが卒業されるということですけど、卒業するんですか、はい、止め行かなくちゃっつって、もう、ね、行くぞ、ダメだ、ありがとうございました、ダメだ、すいません、お時間よろしいですか。はい、あの2021年が間もなく終わりますが、はい、今年1年どういう年でしたか。これ番組なんですか。あ、そうです、報道番組で国民の皆さんがどういう1年過ごされたかなと思いまして。何の番組ですか。はい、Nスター。マジですか。はい、よし。あ、僕3回会って過去、はい、オンエア乗ってないんで、シュッシュ、過去2回ずっとカットされてて。あ、なるほど、マジ頑張ります。いやいや、全然あの普通のこと言っていただけたら、全然肩の力抜いていただいて、はい、今年1年どういう1年でしたか。全然あの過ごされたこと言って、あ、そんなね、あ、なんか何かあったこと言っていただければいいんで。そんな考えるよね。なんか11月のなんか11日が全部これじゃないですか。1111、はい、なんかマッチ棒みたいな日だなって思いましたね。わかりました、ありがとうございました。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、一回ちょっと待って、待って、いや、はい、待ってください、はい、マジで、はい、使わない感じじゃん。いやいやいや、全然、そのもうちょっといろんな方聞いた上でバランス見ますので。ちょっと待ってください、なんか違う質問ないですか。あ、じゃあ逆に来年の抱負。来年の抱負、はい、2022年こんな1年にしたいなみたいな。来年は、はい、あの俺がコロナ終わらす。来たくない、来たくね、ちょっと厳しいか、来たくね。すいません、じゃあありがとうございました。え、ちょ、待ってマジで、はいはい、ちょっと待って、はい、マジでもうちょい粘らして。ちょっとこう、そうですね、全然素直な気持ちでいいんですよ、うん、あ、じゃあちょっと一般の方、じゃあお正月どうすお過ごされる予定ですかね。駅伝見る、普通に。あ、なんか応援してる大学とかあるんですか。全部の大学に頑張ってほしいと思ってます。ちょっとあの人に聞いてみましょうか。すいません、ちょっとお時間大丈夫ですか。はい、あ、はい、あの杉とピーコさんが同居再開されたんですけど、どう思いますか。同居再開ですか。そうなんです、お杉さんとピーコさんが同居再開されました。あ、すごい泣いて。あ、ファンとかですか。どうなるかと思って。あ、こんな感情移入してくれると。あ、どんぐらい好きだったんですか。物心ついた。おいくつなんですか今。29。あ、親なんか両親が乗って、両親がお杉とピーコさんが、ごめんなさい、好きなことがきっかけで結婚して。珍しい。再会しましたよ。じゃあちょっとなんかお杉とピーコのお二人になんかメッセージ。はい、嘘みたいです、本当に。なんかお父さんとお母さんもすごい喜ぶと思うし、まだ知らないと思うので、伝えることが親孝行になるんじゃないかなって。出たら握手会とかサイン会にも足を運びたいなと思います。これからも仲良くしてください。仲良くしてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。見られちゃう。ありがとうございました。すいません。怖いな。ではちょ、あの方ちょっと聞いてみましょうか。あ、すいません。すいません。あのですね、あのタレントである多部未華子さんがご出産されたということなんですけども。あ、ご存知ですか。出産したんですか。はい。おめでとうございます。あ、それあれですか、多部未華子さんの結婚式とかで流れるやつですか。あ、いや、なんかなんかちょっと、あ、多部未華子さん、あれ違う、出産おめでとうございます。
僕はあのドラマで何度かね拝見させた派遣させていただいたぐらいであんまりちょっと存じてなかったんですけど、子供が生まれるっていうのは素晴らしいことですから、本当おめでとうございます。原田でした。原田さん、こんな感じで大丈夫ですか。あ、結婚式流れないですね。もう出産なんで、結婚もすでに結婚式を挙げてるんですけど、まあでも、まあ、めでたいという話をいただけたので、こちらちょっとあの、ニュース番組、夕方の報道番組の方で流れますので、いいですか、はい、許可もいただけたということで、すみません、ありがとうございました。ちょっと、あそこの人に聞いてみましょう。すいません。2021年がもう終わりますけど、はい、どうでしたか。でも今年もいろいろありましたもんね。ありましたね。なんかやっぱ世の中あんま景気良くなかったんですかね。景気そうですかね、やっぱり。ただ僕でも個人的にいいことあって、ここだけの話ですよ。はい、見てください、なんか知らない人がお金配り当選おめでとうございますって、はい、なんか当たったんですよ。ああ、なんか当選された配当金受け取りのご案内みたいな、なんか送ったつもりなので勝手に受かってて、あ、すごくないですか。いいことあります、皆さん一生懸命生きてたらいいことあります。あ、すげえ、こうなんか配当金受け取りのご案内みたいな。あ、押さない方がいいですよ、まだなんか。でこれなんか後でゆっくり家帰ってからやろうかな、さっき送られてきたんで。あ、まあ、うん、あんまやめた方がいいかもしれない。独り占めされたくないんでしょう。あ、まあ、なんか自分もなんか悔しいですか、もしかして。送りました、本当は。いや、僕も送ってないです。俺だけ送っちゃいました。僕だけの秘密です、これは。でも、あ、でも流れちゃうのか、流れちゃうのか、はい、こういうの当たるの初めてなんですよ。宝くじとか全然やったこともないんで、はいはい、うわ、びっくりするな、はい、急に来るんですよ、こういうのって。あ、やっぱそうなんですね。ちょっと後で、で、なんか、じゃあ、いくらでしたみたいな、じゃあ、なんか伝えますよ、今度。おめでとうございました。ありがとうございます。いや、嬉しいな。離れよ、離れよ、離れよ。少し話伺ってもよろしいですか。はい。黒歴史を教えてくださいというのを聞いてもらってるんですけど。あ、結構聞いてるんですよ。わかりました。中学時代、赤モヒカンにしてたことです。何ですか、その言い方は。競り上がってきた方がいいかなと思って。競り上がらなくて大丈夫です。あ、競り上がなくて大丈夫ですか。はい、黒歴史なんかありますか。女の子に3人振られたことです。二重みたいになってます。ちょっと二重のリオみたいに言わなくていいんで。え、大丈夫ですか。いいです、いいです、普通に言ってもらって。黒歴史。あ、本当ですか。ラーメン3杯こぼしたの。普通に言ってください。あ、すいません、ちょっとお話いいですか。あの歌手の愛子さんがご結婚されたとのことなんですけども、はい、こう何かその愛子さんのご結婚の、話を知って思ったこととか感じたことありますか。はい、あれ、あ、なんかすいません、ちょっとお時間いただいちゃって。はい、いやいや、昔から愛子さんは聞いていたので、はい、どうしました。びっくりしましたけど。どうしました。それと同時に、なんかその歌手活動は続けていくということなので、はい、すいません。はい。You は何しに日本へ。っていう感じですかね。それ今なんて。あ、なんで。っていう感じですか。ちょっと違うじゃないですか、さっきと。ちょっと違う。なんて言ってください、なんか。あ、なんで。っていうことですね。どういうこと、説明してもらっていいですか。あ、でもこれは感じ取ってもらうものなので、うん、私の職業柄そうなので。じゃあちょっと他に、人には言えない秘密とかありますか。もうダメだ、行くぞ行くぞ、本当に来られた。